けなんです、はい、この赤と白が可愛いなとね言われますね、うん、これはどういう機体になるんですか？これはねモーターグライダーという、グライダーといえば自分では飛ぶことができないんですけれども、これはエンジンがついていますから他の飛行機と同じように空を飛ぶことができます。それね、はい、さっきあの私が、ここへ着陸したんですけども、着陸前にねお客さんが手を振ってくれたのがね、うん、よく見えるんです。で今日も、これからぐるっと向きを変えて離陸するんで、しっかり手を振ってもらうとパイロットは本当に喜びますから、しっかり手を振ってあげてくださいね。はい、会場の皆さんよかったらねパイロットの方々に手を振ってあげてください。さあモーターグライダー、グライダーはもう自力で飛ぶことができなくて、モーターグライダー、モーターがついているから飛ぶことができるんですね。そうなんです、うん、モーターグライダーはエンジンがついているので自分でこうやって離陸することができます、うん、約そうですね、650キロの重量ですけども、はい、これがエンジンの 1600cc のエンジンでね離陸できるんです。さあ今あの方向を変えて離陸準備がだいぶできたようです。今日パイロットの方今お二人乗られてらっしゃいますかね？はい、今ねパイロットキャプテンが、佐藤真一キャプテン、そしてね後輩が清水秀志後輩です。佐藤さんと清水さん今はスタンバイ中という感じですか？今スタンバイですね。これからエンジンを最大に使って離陸をしていきますからね。一番の見どころってどういうところでしょう？今ね自衛隊は600キロでね飛んでくれたんですけどね、はい、さてこのグライダーは何キロぐらいまで低速いけると思いますか？ちなみに自衛隊の方より遅い速いどちらですか？やはり600キロにはかないませんね、はい、じゃあ400ぐらい。400だそうですけど、では免許取った薬師寺さんに聞いてみましょう。これ試験出ますか？出ます、はい、グライダーは非常にゆっくり飛ぶことができます。時速にすると約80キロ程度で飛ぶことができます。そんなにゆっくり、あ、飛びました。はい、離陸しました。本当にね優雅に飛ぶことができるんです。みんなはね自衛隊のジェット機とかそれからアクロバットの群谷さんのような機体にはこれは乗れないなと思うかもしれませんけど、このファルケを見るとあ、これだったら隣にある飛行機かなという感じで乗れると思いますね。今離陸してね地面を離れた時の速度で約50キロぐらいの速度で地面を離れました。あ、50キロじゃない、50マイルの速度で地面を離れました。さあ本当に迫力というよりも本当にさっき言われたように優雅さ、優雅って感じですよね。あ、優雅に飛べるというので、演奏もまた吹奏楽の人にやっていただけるということで、はい、あ、それではこの優雅な飛行に合わせて先ほどもね演奏していただきました笠岡シンフォニックウィンズの皆さんの演奏とともにこの飛行を楽しんでいただきましょうということですね。はい、それじゃあね今、向きを変えて滑走路の方へ入ってきました。速度は50マイル、だいたい80キロぐらいの速度で目の前を通過したいと思います。さっきの戦闘機と比べると相当速度がゆっくりなのか分かると思います。実はね飛行機は速く飛ぶのは意外と簡単なんです、うん、でもねこういうゆっくり飛ぶというのは非常に難しい飛行なんです実は。はい、それではこの優雅な飛行に合わせて笠岡シンフォニックウィンズの皆さんよろしくお願いします。あ、そうです。
そしてね、普段飛んでる時に約120キロぐらい飛んでるんですけども、遠くにあのこう旅に出かけると、ナビというんですけどね、高速道路の上を飛んでいくと自動車に抜かれてしまってね、悔しいなと思う時があるんです、はい、120キロで飛んでたらまあ飛行機と一緒ですけど、うん、向かい風があると自動車に完全に追いつきませんね。悔しいなと思う時があるんですよ。でもまあ優雅なのは確かですね、うん、でもそのぐらい逆にゆっくり飛べるっていうのが、そんなに重たい機体なのに80キロだとかそのスピードで空を飛べるっていうのが、これがすごいなと個人的に思いますけどね。そうですね、うん、これがね、またあの今度降りてきたらね、見てもらったら分かるんですけども、翼がすごく長いんです。胴体の長さが約7メートル50センチですけど、うん、翼の長さは、佐々木アナウンサーどう思いますか？どのくらいに見えますか？あれちょっともう一回、胴体の長さどのくらい？胴体の長さ7メートル50センチ。7メーター50。翼の長さ、さあいくらでしょう？胴体が7メーター50だから、両方合わせて9メーター。いやいやいや、なかなか。どうですか？うーん、もう一声ですね。え、それは長い。長いんです。え、もっと長いんですか？はい、見てくださいね、この長い翼を。あ、翼の方が確かにすごい長いですね。これがね、翼の長さ、15メーターあるんです。そんなにあるんですね。はい、はい、今度はハイスピードで下を通過してます。いや、音も優雅ですよね。音もね、静かなんですよ、うん、いや、こういうの乗ってみたいなと思いますね。この長い翼のせいでね、うん、おかげで、はい、ゆっくり飛んだりとか、それから静かに飛んだり、そしてさらにはね、風を捉えて上昇していくということができるんです。あの松任谷由実さんの歌を思い出しそうな感じですね。あ、そうですね。松任谷由実大好きですからね。そうなんですね。好きです。さあ、それじゃあね、風を捉えてというのが、エンジンがなくても飛べるというところを見ていただこうと思って、うん、プロペラを止めた状態でこの上を通過してみたいと思います。いわゆる風に乗ってる状態ってことですか？風に乗った状態でエンジンなしで飛ぶというね。素敵ですね。では皆さんの前にやってきました。さあ、どうかな、プロペラが回ってるでしょうか。さあ、この吹奏楽の音楽に乗せて、このね、静かな飛行、これがグライダーのね、素晴らしさなんですよ。さあ、止めたままだと今日はね、まだ上昇気流があんまりないので、着陸してしまいますから。さあ、エンジンスタートしました。スタートしましたね、はい、すごいですね。着陸してしまうかと思ったけど、エンジンかけてまた出てきました。すごい、やっぱりあのエンジンをかけてない時の静けさ、ね、静かな感じと、エンジンをかけてからのまた優雅な、ね、感じと、すごい素晴らしいですよね、グライダー。あのね、うん、初めて乗せてあげるとね、このエンジンカットの静けさね、この優雅さで大好きな人がね、多いんですよ。うわ、乗ってみたいですよね。本当ね、うん、あのいつも航空祭でね、あの一緒にアナウンスのお姉さんがね、はい、乗りたいと言ってくれるんです。いや、絶対もう今の解説を聞いてると本当に乗りたくなるし、機体を見てると、いや、実際中でどんな風に見えるんだろう、音はどんな風に感じるんだろうっていうのをね、体感したいなって思いますね。本当ね、うん、あの中から見てもね、優雅なんです。実はすごくあのこうゆっくり景色が流れてね、で音が静かで、あのヘリコプターは結構ね、足元というか前の方が見えますけど、モーターグライダーはどんな風に結構景色は見えるんですか？あの上の方がね、全部あのこうキャノピーという透明
な屋根なんで、180度は見えてるんですけどね、ただちょっと欠点としてはね、日が当たると暑いんですよ。確かにお日様に近づきますしね。お日様にね、ガンガンさらされるというところがあってね、まあ確かに見晴らしはいいんですけど、それがね、なんとか屋根欲しいなと思う時もあるんです、遠く行くとね。あ、確かにね。でもまあこの体験ができることを思えば、はい、あ、もう時間かな。着陸の仕方も非常に優雅でしたね、はい、着陸もね、本当に優雅で、短い距離で着陸できるのがね、このモーターグライダーの一つの特徴なんですね。だから空港がなくても着陸できるんです。広場さえあればね。へー、河原とか、はい、滑走路がいらないっていう。滑走路ないところでも飛ばしてますね。さあ、10分間、岡山グライダークラブの、飛行展示の時間になってましたが、早いもんですね、10分間。いや、あっという間でしたね。もう空を眺めてるだけでもう10分経ってましたか。はい、10分経ったそうです。さあ、これからやろうかなという感じですけど。そうですね、はい、まだまだ ずっとね、長野眺めていたいという感じですけれども、はい、まあ、この後ね、展示もされますし、滑走路の開放あった時にはまた皆さんそばでね、いろんなお話聞かれると思いますが、ぜひお二人も皆さんへの解説もよろしくお願いします。はい、ではあと展示ありますので、帰ってきたらね、ちょっと手を振っていただいたらありがたいですね。皆さん手を振って、パイロットすごく元気出ます。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。岡山グライダークラブでした。パイロットは佐藤さん、清水さんのお二人でした。ありがとうございました。そしてお話をいただきましたのは、岡山グライダークラブの中島さん、そして薬師寺さんのお二人でした。中島さん、薬師寺さんもありがとうございました。ありがとうございました。